東京都心から手軽に行くことができる離島として人気のある目的地伊豆大島ですが、一般的な行き方、東京から直行の客船で向かいますと結構値段がするものです。しかし毎年春の時期には静岡県の伊東温泉から安く往復3000円で移動できる格安切符が販売されており、それと青春18切符を重ねることで非常に安い大島旅行が完成します。おはようございます。本日は2020年の3月の6日、ここは東京丸の内 JR 東京駅です。朝の早い時間、駅前にはまだ誰もいません。雲が出ていますが、本日は晴れの予報となっています。ですからこの旅に決行することになったわけです。早速大切な材料、青春18切符を購入します。旅行当日でも購入することができます。5回分で12,050円、最近増税でちょっと値上げがされましたけれど、1日2400円で JR の普通列車が乗り放題になるというものです。これを使い東京駅を6時30分に出発する東海道本線に乗ります。東京周辺は結構混んでいました。下り方面も小さな通勤ラッシュがあったみたいです。しかし神奈川県小田原を過ぎたあたりからは車内は閑散として、ついに観光路線の予想を停止します。もう熱海のあたりまで来るとこのようにもう穏やか、いつもの通勤電車とは違う景色。そして熱海駅では大勢の旅人たちが見慣れた電車から見慣れの電車に乗り換えていきます。熱海駅で降りる人もいないし、それから熱海駅で待っているお客さんもそんなにたくさんはいないんですが、旅情のある駅です。この駅から乗り換えますのは伊東線、東海道本線を離れていくこの列車には非常に展望を楽しむことができるリゾート21という特別車両があります。特別車両なんですが料金はかかりません。青春18切符でももちろん乗ることができるこの列車、目的地の伊東までは20分ほどの乗車です。そんなに長くないんですよね。できることだったら1時間ぐらい乗っていたいとも思うんですが、一番後ろからの景色を楽しんだり、それから横向き窓向きの座席で海の景色を楽しんだり、さまざまな使い方ができます。伊東駅に到着しましたのは午前8時50分。お客さんがごっそり降りました。この電車は JR の持ち物ではなく、この伊東駅から先直通する伊豆急行線で使っている観光用車両、金目電車というものです。他にペリーが来航した時のものをイメージした黒船電車というものがありますが、この辺りの普通電車に乗る旅を大幅に楽しくするための伊豆急行線の成している工夫、それから JR 線にもたまに入ってくるので時間をうまく狙えばこの電車で旅をすることができます。時刻表などで多分この列車の運行予定は書いてあると思います。さて伊東駅からしばらく歩いて港へ向かいますが、道中では必ずこの東海館のあるこの道を通るようにするといいでしょう。これ以外にもいろいろ最短ルートはありますけれど、伊東の町のランドマーク、昭和8年の旅館を博物館にしました。でそれから歩いてだいたい駅から15分ぐらいですかね、まあ散歩道ぐらいですよ、伊東の港に到着しました。ここで乗船券を引き換えます。乗船券は前日までに電話で予約をする必要があります。ここに泊まっておりますのが東海汽船のボーイング929ジェットホイールというものです。戦争で勝つために作った速い船、現在では民間の需要にも応えています。出港するとすぐに速度を上げ、時速80キロで海の上を飛んでいきます。そして伊東の港を出ると早速伊豆大島が見えてきました。随分大きな島ですよね。人口は1万人ほどだそうです。スピードメーターのアプリを入れると旅が楽しくなります。時速80キロに達しました。この船は伊豆半島に沿って南東に進む、まあ、そんな進み方をします。伊豆半島の山々、大室山などを楽しむことができます。海も大変綺麗です。ところで本日の切符ですがこんな感じ。2月の1日から4月の26日まで今年は発売しているようです。約 61% オフ、信じられない安さですよ。もうこれ往復で普通にしたら8000円ぐらいかかる、もっとかかるかもしれない。そういう高いところを東海汽船に大幅に割り引いてもらっています。向こうにさらに他の島影が見えます。右側の島が新島で、奥つながっているように見えますが、奥に見える小さいのが神津島、そして左側にはこちらも今椿の見頃のはずです、豊島が見えます。左側もまた素晴らしい、太陽に照らされた青々とした水面、それを時速80キロで抜けています。かなりのスピード感。わずか35分で伊豆大島に到着です。港に休んでいたカモメたちはジェット船の爆音に侵されて、うわあんな変なのが来たよとみんなできっと口々に愚痴を言っているに違いありません。まあこちらには大したことはないことです。ジェット船の方が明らかに偉いですから。この日伊豆大島にはいつも泊まっていない大型客船がずっと停泊していました。
本当であればこの大島に着いた後この船はさらに南のさっき紹介した島々へ向かうんですが、これより南の島では本日あまりにも風が強すぎて船を運航することができず、あのサルビア丸という大型客船は休むしかなかったようです。さて現在地は大島岡田港という港ですが、これより東側を見ますと遠方に千葉県、多分館山市とか富津市とかその辺でしょうね、館山の港からやってきたボーイング929別のジェット船も見えます。こんな風に東京湾の、ギリギリ中に入ってるような感じの大島ですので、波の影響も受けにくいわけです。客船ターミナル、私がしばらく大島に来ていないうちに新しくなっていました。3階にレストランがあるそうです。どんなレストランなのかなと思ったら、ちょうどまた別の船もやってきました。さっき写した船とは違いますから、これは虹というやつで、多分熱海から来たやつなんでしょうね。この時間帯客船の到着ラッシュです。さて注文しましたのはこちらラーメンですが、ぐちゃぐちゃと乗っているこれは島海苔、思ったよりも大量に乗っていたんでびっくりしましたが、これは多分これだけ海苔が乗っていたらお買い得だと思いますけどね。塩ラーメンに乗せてもらったんですが、多分海苔自体はね普通の海苔と変わんないと思うんですけども、普通に食べるあの焼き海苔、四角いやつではなく、このようにポロポロポロとそのままの形で乾燥させたのが島海苔の特徴。伊豆諸島ではどこでも食べることができます。結構美味しくて使いやすいですからね。お土産にもどうですか。あまりにも海苔がたくさんあったもんで、その下にチャーシューが埋まっていることに全く気がつきませんでした。それは発掘しながら食べます。食べ物もいいんですけども、今度大島に来た理由はこの椿祭り、椿の花を見ないと来た意味がありません。その花を見に連れてってくれるバスが止まっております。結構いいバスが来たんですけれども、お客さんは3人しか乗っていませんでした。伊豆大島はもうちょっと本当は賑わっているところなんですが、新型コロナウイルスの影響ですね。結構細い道をなかなかのスピードを出してぐんぐん進んでいきます。これは慣れないとすごい運転だなと思います。ところどころ赤いワンポイントが見えます。椿の花です。今バスは椿花川店に到着しました。岡田港からわずかバス停一つ、歩いてでも来ようと思えば来ることができます。30分ぐらいですかね。バスのナンバーは品川ナンバー、陸運局って言うんですか、それの関係で伊豆諸島では品川ナンバーが使われています。さてこの椿花川で昔はリスも飼っていたはずなんですが、こんな感じたくさん椿の咲いているところ、ここ伊豆大島、東京都大島町は日本で第一位の椿油の出荷量を誇っています。ですから当然島の至るところで椿を見ることができるわけです。あんこ椿は恋の花、そんな歌もあるそうで、私はあんまり聞いたことはありませんけども、昔の人には有名なんでしょ。あれも伊豆大島を舞台とした歌だとされております。入園料はね830円です。こんな建物なんですけど、一丁前に自動改札機がついてびっくりした。多分それだけ来るときは来るんでしょうね。おお、大きな立派な椿だ。今日はやっぱり風速十何メートルということですから、椿も大変そう。こいつはもうすぐ落ちるだろうな。落ちた椿はボトリとこう下に来るわけですが、こんな立派なのはなかなか見ない。椿ってのは街路樹のイメージですけど、なんかこう随分背が高いなとか思ったら、こんなでかいやつも嫌がるんですよ。これ普通の大木ですよね。これが本気を出した椿の木か。青空の下で日の光を受ける椿の花を見れば嫌なことも忘れます。まあ別に嫌なことは特にありませんが、これなんかコンクリで道が作られてるんですけど、これ行っていいんですよね。行っていいんだよな。あ、もしもし、ちょっと伺いたいんですけど、あそこの芝生のところは出てもいいんでしょうか。芝生の上も行っていいらしいんで、思う存分近づくことにします。いいね、頑張ってんね。触っていいのかどうかは知らんな。まあ大丈夫だとは思うんですけど。あ、いいな、これこれですよ、これ。いいところに来たなと思って一人盛り上がってたらね、ここにあの椿園という看板が書いてありまして、どうもさっきの今お見せしたのはまだ入り口の外だったらしいですね。こっから先が本番みたい。
さてこちらは大島桜、すでに新緑の様相を呈しています。すごい速さだ。春のリハーサルです。見晴らし台からは富士山が見えるそうですが、残念ながらただいまの時間はちょっと雲にかかっているかな。こんな変わったものもありました。根性桜、真っ二つに台風で割れてしまったんですが、縄でなっておいたらこのような立派な桜をまた咲かせるようになったそうです。で、あまりにも立派でこれはいいんですけども、ロープよく見てみるとこれ一応かかってはいますけど、もう何も抑える役割は果たしてない、ゆるゆるになっちゃってる。要するにこんなものに頼らなくてももうこの桜はやっていけるってことですね。完全復活です。今年の春がこれからやってこようとしている、そんな頃にもう伊豆大島ではかなりフライングして、春の様子が過ぎてもうなんなら5月とかそれぐらいにね、見られるような景色がところどころではもう始まっているようにも思われます。良い春のリハーサルになりました。今年の春はどんなところに行こうかな、そんな気分がまた高まってきます。誰よりも一番早く春を感じることができる場所、東京では多分大島が一番早いんじゃないでしょうか。小笠原諸島には勝てません。小笠原諸島はいつでも夏をやってますから、年中夏をフライングしているわけです。秋だとむしろ遅い夏を楽しめるかもしれないですね。いつか行ってみたいですが。さて花ガーデンを出まして、掃除のおじちゃんに あそこの牛乳せんべい買っていくといいよ、すごい優しいおじさんでしたんで、そのまま言われるままに牛乳せんべい、私も島に来れば必ず買って帰るお土産です。今回は焼きたてのものを買いました。焼きたてものをすぐ食べるともうパリパリになっちゃいましたけど、もう焼き終わって真っ先にすぐ食べると柔らかいんですよ。大島でやってこないと食べられない柔らかい牛乳、島でしか食べられない柔らか牛乳せんべいを食べてバスで岡田港に戻ります。今通っているこの椿のトンネル、大木が並んでいて上を見るとワンポイントで赤い椿がやはり見えるの分かりますでしょうか。港へ戻ってきたんですが、まだしばらく時間がありまして、まあ、ほんのちょっとしかねいられないんですけれども、別の椿祭り、今お祭りをやっている会場までちらっとお出かけしてみようと思います。そのバスが山道を下ってきたわ。この岡田港というところはすごく波の状況がいい港なんですけども、しかし周りが崖に取り囲まれていてちょっと大変な場所だと聞いています。こんなところから名物の足束が入ってるな、ちぎって持って帰りたいけどやめときます。船の待合ターミナルがすごい背が高いじゃないですか。いつ来るかわからない東海沖地震、または首都直下地震、それがこの大島を襲うと崖を通るこの道が崩れてしまって、そして津波からの避難ができなくなる恐れがある。だからあのような高い建物を建てることになったんだそうです。それもここが東京都だからできること。昔伊豆諸島は全部静岡県だったらしいんですが、それが、実際にはもう東京の方へ船で直接行く人の方が多いということで東京都に移管されることになりまして、それが大島周辺にはもうすごく幸運なことだったでしょうね。こんなすごいところを通る道路もきっと作るのにはすごいお金がかかったんでしょうね。日頃伊豆諸島を楽しんで東京都民としては自分の自治体がこんな気前のいい財政にやってくれてよかったなとつくづく思います。さあ着きましたよ、大島公園。入園がタダなんですよね。素晴らしい。いや私も見たかったものをやってるわ。上から拝見失礼いたします。いや大島の格好してる女性たちがずらり。あの踊りやばいよ。もう30分おき、いや20分おきぐらいにやってるからね、ずっと毎日やってるそうです。よくそんなに人員と体力が持つなと感動するな。ただなのはとてもいいんですが、さっきまでみたいに木に接近して写真に撮るとかそういうことできないから、私にはさっきの椿花ガーデンの方があったかな。不思議な付き方してますね。こういうこんなことあんの。さっきの花ガーデンと違ってね、ここはボタボタ落ちた椿がもう割とそのまんまになってます。あっちは落ちたら割とすぐに片付けられるんですが、これはこれでいいね。この景色がね、椿の花が落ちているのがこれが魅力なんですよ。これなど素晴らしいな、いいな。ちょっと曇りがちになったのは正直残念なんですけど、でも花が綺麗なのは変わりませんからね。
あの全然お客がいないからなんかすごい超物寂しい観光地に見えると思うんですけど、そんなことないんですよ。いつもね、あの混雑してるんですよ、ここは。あの大島の名誉にかけて私から言っておきますけど、あのただいまもう新型コロナウイルスの関係でお客さんが減っており、こういう状態になってるわけですが、せっかく人がいないんでお花の匂いでも嗅いでみるか。うわ、ハエに出ていけと言われました。その後天気が良くなりましたので、バスの時間まで本当にギリギリまで写真を撮って回っていました。それだけ綺麗なところだということです。売店ではお土産をたくさん売っていて、私もたくさん買いました。椿油を久々に買ってみました。手が乾いてしまうので潤いを保つためにということなんですが、まあ、他にもね、美容以外に確か食べ物、天ぷら油とかそういう風な使い方もあったはずですよ。そしたらまだ2時になったばっかりで、まだちょっとタイミング的には早いはずなんですが、しかし伊東へ帰るジェット船がもう1個しかありません。これ乗り逃すとすごい高いお金払って帰らなきゃいけないことになりますので、もう帰りの体制を整えなければいけません。しかしまだ30分ぐらいはあります。多分こういうところに行けば何か食べられるはずです。売店、食事はできるのかな。食堂って書いてあるからできるね。さっきの大島公園で踊ってたね、あんこさんみたいな格好した人が迎えてくれたけど、残念ながらお食事終わっちゃいました。なんか島来たらね、買わないと悪いなと、もう都度お土産を大量に買っております。後で紹介します。これは海苔、さっきのあのラーメンに買ってあのやったやつですけども、600円です。でこれあのお湯につけると増えますんでね、見た目以上に量はあると思います。貨物の積み下ろしをしているところで、後ろに富士山の雪が見えます。さっきは見えなかったんですが、雲のご機嫌が良ければ富士山を見ながらという旅もできるはずです。出発まであと20分。すぐ並びのところにまた別のお食事屋さんがあります。いらっしゃいませ。いい雰囲気ですね。昭和の観光地っていう感じですよ。ここですいません、20分後の船なんですけど間に合いますかね。すぐに出してもらいました。イカ丼、イカ丼ならすぐできますよということでした。お吸い物の中には爽やかなアシタバが入っています。私このようなユッケ的な食べ物あんま得意じゃなかったんですけど、しかし食べてみたらね、めちゃくちゃ美味しかった。これおすすめしますよ。島海苔と混ぜて、歯ごたえのある新鮮そうなイカを食べました。そしてこれを食べた後すぐに港に向かいました。出港の6分前ほどには来たんですが、7分前ぐらいに来たから、もうあと1名だけみたいですよ。観光案内の方に教えてもらって、船を待たせているか皆さんに申し訳ないことしたなと思ったんですけども、違いました。船のお客さんが元から3人しかいなかったのです。で私がその最後の一人だったということでした。別に船には迷惑はかけていませんでした。そんなことないですよ。多分後にも先にももうこれきりなんじゃないかな。伝説的な、何これ、スタートの空襲警報の音を聞いてください。船が出航、結局お客さんはやはり3人だけでした。私も早めに来たので船には何の迷惑にもなっていないと確認をすることもできました。皆さんこちらへ航海の安全を祈ると手を振ってくれていますけれど、左舷に座っているのは私だけ。これは私へのお手振りだと思って、これは手を振り返すしかないと思いました。さて向こうには富士山が見えております。さっきまでは見えなかったけど、ちょうどタイミングよく雲が切れたんですね。出航へ向けまして出航いたしました。船は離水作業テイクオフを行っております。ただいまから行われる離水作業テイクオフ、実際に水から離れて浮かび上がるんですが、これとね、この後離水した後の景色を見比べてみてください。わかりますかね、水面がちょっと1メートルぐらい低くなったでしょう。実際船がそのように浮かび上がるのです。後で詳しく皆さんにご覧に入れます。ご乗車なされまして誠にありがとうございます。船の中では基本的にシートベルトをつけたままでいなければいけません。そして外へ出るということもできません。ジェット船はこの点は面白くありませんが、しかしかなり変わった楽しみ方ができる乗り物であることも間違いありません。まずスピードがすごく速いですからね。向こうに見えておりますのは大型客船のサルビア丸、あちらが東京まで向かいます。東京に着くのは夜になります。すごく遅いのです。この船の3分の1ぐらいの速度しか出ないんじゃないですか。反対側、多分熱海から来たと思われる高速船セブンアイランド夢が来ました。これもまたこの船と同じですが、この海域ではクジラが出るということで減速航行をしております。クジラなどが出てきてそれに衝突すると大変な大事故になってしまうからです。バックに見える島々、豊島などにも夏になると高速船が就航しますが、この春の椿の時期には伊豆大島にしか高速船は行きません。一機建造するのに何十億円もかかるという超高級品です。もう間もなく伊豆大島に着くそうです。さて、これこの間大島に行った時も紹介しましたが、今回も手に入れることができました。多分手に入れるのはね、どっちかというと難しい方に入ると思いますけれど、べっこう寿司弁当です。このお客さんの少ない時期でもやはり売り切れていました。今回は私がまず大島に着いた後すぐに岡田港の売店で見つけてこれを予約したんですけども、多分カツオとかマグロとか、これ何の魚か知りませんけどね、独特の味のお寿司、まあ、それをつけて出しているものです。向こうにはもう早速伊東市の大室山が見えています。ここ伊東市ですよね。
ご飯は酢飯なんですが、いろんなものが混ぜてあって、混ぜご飯、そして、まあ、つけたこういう独自のちょっとピリッとした辛さ、私でも食べられるぐらいの辛さの、お寿司に、その上に足束が巻かれてアクセントになっています。足束は本当に爽やかな味で美味しいです。実際のべっこうはもちろん島で食べることができますが、もっと青唐辛子というものをふんだんに使っていて、かなり辛い味がします。多分これはどちらかといえば初心者向きの味であるはずです。まあ私はこれぐらいの方が助かります。富士山も随分いい具合に見えるようになりました。伊豆島から見えるあの辺りが一番いいですね。この辺まで近づいてくるともう上の辺りしか見ることができなくなっています。前もそうでしたけど、この船ほんと早すぎますね。寿司食べてる間に着いちゃうんですからね。寿司ってそんな食べるのに時間かかんないじゃないですか。待ってたってことなんだよ。こういうわけで早くも伊東に到着です。先ほどもお伝えしました通り、所要時間はわずか35分でございます。窓拭きがなんかすごい勢いでやれてますね。それは確かに、ずっと海風に当たってると潮で汚くなっちゃいますんで、拭かなければね安全航行ができませんから重要なんですけど、すごい光景だ。見てるとなんか気持ち悪くなる。ムカデの歩くようです。あの船はもう一発ここで折り返してすぐ大島へ向かうようですけど、乗るお客さん2人だけでした。もうとんでもないことですね。まあせっかくなんで珍しい乗り物ですから、これから飛行機の離陸よろしく、離水する様子を皆さんも見ていってくださいよ。エンジンの音がだんだん強くなって、下からしぶきが上がって、スピードを上げて、この下に、まあ、位置でいうとこの辺にあるんだと思いますが、羽がついてるんですけども、その水中翼という羽を使って揚力を得て上に上がるということをする理屈は飛行機と全く同じであります。ただ飛行機よりもスピードが速くなくても水の抵抗が大きいので、簡単に水の上へ浮き上がることができるようになっているのです。だんだん上がってきたでしょ。ほらほらほら、この下の部分ですよ。下の部分注目してくださいね。こうどんどんさっきまで見えていなかった部分が上上がってきたのが分かると思います。さらにもっと上まで上がります。まだまだ上がります。もっとスピードを上げます。上げました。ほら、どんどん上に上がって、上にふわーんと浮き上がって、空中浮揚すごいね。あのような方法で水の抵抗を減らして、時速80キロでの航行をするわけです。一個何十億もかかるのも納得です。一機50億円。しかし今後も新しいこの船を作りたいんだけれども、東海汽船以外にこの船を作りたいという会社がないのだとかで、そうすると単発で製造するとすごいお金がかかってしまうから、結局今度東海汽船は80億円もかけて新しいジェットホイール、この船を作るんだそうでした。ほら飛んでるでしょ。これ完全に浮き上がってるじゃないですか。船体がめちゃくちゃ面白い乗り物だと思うんですよ。これね、普通乗るのに何度も言いましたけど、東京からこれに乗って往復をすると大島までだいたい1万5000円かかるんですが、今回は伊東から往復3000円ですからね。これ乗るだけでも面白いから、ほんとつっても船にある程度知識のある人じゃないと楽しめないかもしれませんけどね。背景には対岸の、なんだあれは、なんだろう、多分普通に相模湾だと思うんですけど、それが蜃気楼になってちょっと端っこが浮かんでいるように見えております。浮島現象と言います。東京なんかも見えることがあるらしいんですけど、今日のこの天気では難しいですかね。消えていきました。早いね。大島から帰ってきましたが、まだそれでも3時です。まずは港から川を遡って、お、錦鯉が泳いでるぞ。錦鯉がここにいるってことは、まあ鯉って結構塩分に強いんですけどね、それなりの塩分濃度なのかな。ここは潮の満ち引きで、海から普通に塩水が入ってくるところだと思いますんで、あの鯉はあれなりに結構頑張ってるのかもしれません。まあ金魚を飼うときにはね、ちょっと塩を混ぜた方が調子が良くなるみたいな話は聞きますけど、本当かどうかは知らない。水面には桜の花びらが早速浮かんでいます。どうも伊豆は春を先走りしがちな傾向にあるようですが、河津桜がどこかに咲いてるってことですね。じゃあとりあえずとぼとぼ伊東駅の方へ歩いて帰ろうかと思うんですが、こっちに駅への近道と書いてあります。伊東駅がここにありまして、現在地はここなんですけども、これから近道とされている道はこちら側でございまして、はて本当にこれ近道なのだろうかと疑わしくなります。この手の方便は昭和的な観光地では結構よく見られるんですけども、
まあ、こういう道を通ってお客さんにお金を落としてもらおうという考えからのものと思われます。まあ、ただ実際にこっちは歩行者しか通りません。自動車がないし信号とかも割と少ないんで、こっちの方が早く駅に着けるような気はしますけどね。ずいぶんなんか品のある扉を設けられていないお菓子屋があるな。さて桜餅を買ったんですが、どこで食うかなと思ったらね、こんなのがあって、これなんか歩いてるだけだったら何も気にならないんですけど、ここに座って食事するって結構ハードル高くないですか。これベンチありますけど、これも人の店のベンチだしね、買い物もしてないのにそこでなんか買うわけじゃないでしょ。やっぱ伊東まで来たんだから温泉入って帰りますかね。でどっか海岸の近くの風呂入って、海辺で風に当たりながら桜餅食べると。最近工事して新しい雰囲気になった伊東駅ですが、確か駅のね、あのパチンコ屋の脇だったと思うんですよね。ここにね温泉があったはず。実際私の記憶通りありました。湯の町伊東温泉大衆浴場家族風呂もございます。旅のお疲れにご入浴ください。この火星具合がいいですね。すごい階段だ。勇気を出して入ってみようと思います。地元の共同浴場、地元の方がたくさん利用しているので、先の行為は慎んでください。二輪車などを長時間放置しないこと、長時間放置しなければならないということです。ところでこれ気になってるんですが、入浴料金250円に対し家族風呂350円とは一体何ぞや。つまりこれは600円で家族風呂が使えるっていうことなのかな。にしても安いですよね。早速入ってみましょう。こんな感じの階段を降りて真ん中にバンダイさんがおられます。そこでお金を払うわけですが、家族風呂とはどんなやつですか。あそこの真ん中のバンダイさんからね、教えてもらったんですけど、この1号室を使うんだって。はあ、電気は自分でつける。家族風呂の使用時間は50分とさせていただきます。そんだけ使えれば十分ですよね。更衣室でね、家族で使うにしてはちょっとなんか少し窮屈するのかなって気もしないではありませんが、まあ、2人ぐらいで使うならいいですよね。貸し切り風呂金額は350円で1件ですよ。このすごい穴場を見つけてしまったな。で自分用の、おいいじゃないですか。まあ1人しか入れなさそうですね。2人以上で入ったらちょっと苦しそうだけど、でも自分専用の風呂が350円で手に入るでしょ。湯船がちっちゃいもんですからね、私が使うと溢れるわけですよ。おお、流れてく流れてく。ちょっと曇っててほぼ見えないと思いますけど、こじんまりとした感じがいいですね。当然のごとく源泉かけ流しのお湯、50分までで、これで350円、伊東駅の目の前。そしてこの味のある作り最高ではないですか。ご親切なことに今こっち誰もいないからこっちも取るチャンスだよって言われてね、取らせてもらいました。こっち250円の方、伊東はこういう共同浴場であれば全部お湯はかけ流しだそうです。番頭さんとおっしゃるのかな、わかんないですけど、いや本当に親切でありがたいことです。髪の毛がちぢりすぎ。あそこは素晴らしい湯だったんですが、しかし上がった後に休憩したりするような場所は特にありません。なもんで駅の前からまたちょっとしばらく歩きまして、5分ぐらいかな、オレンジビーチに来ました。まあここまでの移動もね、ちょっとめんどくさいっちゃめんどくさいけど、風呂上がりのいい運動ですよ。ここあんまり人がいません。夏だったらいるのかもしれませんが、よし、いっぱい戦利品がありますんで、これをこの中で開けよう。結構たくさん買い物しましたね。パリパリ食べられる牛乳せんべい、速やかに食べるべき伊東の桜餅。なんか伊東の特色なのは細長い2枚の葉っぱでくるんだのが特色だ、そういう風に教わりました。まあ、まずは桜餅食べますか。これは確かこのまま食べていいやつですよね。もう忘れちゃった。大丈夫だと思うんですけど、あれ、そうだよね、柏餅は別じゃないですか。あれなんか葉っぱがね、やけにしっかりしてるんですよ、これ。なんか食べるやつじゃないかな。
はい、今ね Google で検索してまた一つ賢くなりましたけど、桜餅はもともとこの葉っぱは食べるためにあるわけではないそうです。これはあの西伊豆の沼津のあたりで、栽培されている桜の木から、もう秋か夏のうちぐらいに採取したものを塩漬けにして保存しているらしいんですけども、伊豆発祥だと。なんか既製品の桜餅じゃなくて、まあこれも既製品なんですけど、餅を食べてる感じがする。2個目の桜餅はまあ割と綺麗に取れましたわ。なんか石ころみたいな見た目に見えますけど、おお。さあ食べるものは食べ終わったところで、続いて買いましたよ、これ椿油ね。私はもう冬の時期になると動画でも気づいた方いると思うんですけどね、手がなんかこう乾いてこんなになっちゃうんですよ。これなんか水虫とかじゃなくて、毎回もう冬になるとこうなるんですよ。だからね、ちょっとここにこんな感じでこう逆さ向きにね、うわーってやって、ちょっと跳ねちゃったな。まあ大丈夫だと思うんですけど、これこうちょっとぬるぬるを取り付けてですね、でこうやってこう伸ばして保湿に使うと。まあ何の匂いに近いかっていうとね、クレヨンの匂いがしますよ。うん、非常に落ち着く香り、独特のものです。お、電車走ってきたぞ。東京から来た10両編成ですね。あれに乗って帰ろう。なんたってグリーン車がついてますから。普通は伊東線までグリーン車は入ってこないんですけど、青春18切符なら追加の料金を払えばグリーン車にも乗れるし。東京直行のグリーン車連結の普通列車というものを見て、それに惹かれて伊東駅へやってきました。この駅始発となっていて、座席も好きなところを選ぶことができるはずです。ホームからは河津桜が見えます。今度の本格的にやってくる春、お花見のリハーサルとしては最適です。ああ、こういうものが見える、こんなところへ行きたいな、そんな気分がまた駆り立てられてきて、次の旅が楽しみになる旅というのは非常に質が高いものだと改めて思い直します。ところでこの伊東は日帰りで利用する施設ってそんなにないんですけども、しかしこれ伊東園ホテルとかね、そういう安い宿がいっぱいありまして、宿泊で安く温泉旅行を手軽にするにはすごくいいところです。ぜひどちらかといえば私は伊東は一泊がおすすめです。今回は青春18切符の利用ですから日帰りなんですけどね。そして忘れておりましたけれど、元々の目的地は伊豆大島の椿を見ることだったのです。当駅からジェット船で35分、前日までの予約で4月26日まではわずか往復3000円となっています。ちなみにこのドンキホーテの裏側あたりですが、確かここに日帰りの施設があったはず。もうちょっと手前だったから。これ窓枠に置いてある謎の飲み物、ジンジャーエールわさび、ご当地サイダーみたいなのありますよね。あんまり美味しくないやつ。たまるや本店、静岡を代表するわさび漬けのたまるやが、ああこんなくだらないものをついに作ってしまったか、ご当地サイダーなこんな大したことないものか、ああ作っちゃってと思いながら、何も期待せず、ああまずいという感想を述べるために飲んだのですが、おや、おいしい、これ意外とおいしいな、飲めるぞ。どんどんごくごく飲んじゃいます。ジンジャーエールってもともと生姜とか入れてるから、そういう刺激のある辛みのある薬味的なやつには合うわけですよね。でこれ生姜が入ってるのかどうか知らないんですけど、その代わりのわさびが、ね、とても良い風味でした。結局ちょっと新感覚のジンジャーエールを飲んだ感じでね、これおすすめですよ。多分静岡県内だったら手に入ると思いますけれど、だんだん日が沈んできて私も眠くなってきました。もう少し買ったものを皆さんに紹介してから休もうと思います。熱海を出たところですが、これデコポンですかね、まあ似たようなもんだと思いますけど、さっき伊東の港で大島に行くときに買っていたのでした。しかし行きの時には食べなくて、結局帰りになってから食べたんですが、これだけたくさん入って100円。多分もともと形が小さくて不揃いだから、規格外だから安い値段で売っているんでしょうね。これはもうこういう現地に行かないと手に入らないですよ。わざわざ規格外の不揃いのものを東京まで安い値段で送ったりはしないですからね。やはり規格外、小さかったり中があらかじめ割れていたりしますが、別に問題はありません。剥くのがちょっと苦労しますけれど、まあこれがまさにみかんの青春18切符バージョンって感じですかね。青春18切符の旅はその目的地へ至るまで普通より時間がかかったり手間がかかったりします。その代わりにやっぱりその道中の目的地を楽しむまでの過程も面白い、まあそれが青春18切符の魅力でもあると思いますんで、このデコポンもそうかな。頑張って剥いた分、なんかあ変わった味覚だなとかね、楽しめることがいっぱいありましたよ。さてこれは多分神津駅だと思うんですけど、そこでもう完全に寝てる様子ですね。自分で塗り様子をカメラに映そうと思って回したんですが、そのまま完全に眠ってしまって、しばらく動画回しっぱなしになっていました。途中しばらく行って平塚かどっかで一瞬目が覚めてカメラは止めたようでしたけれど、一日疲れた後温泉に入ると体はすっかり眠くなります。そしてそれをグリーン車の座席を一番深くまでリクライニング倒して、
そこに体を預けて眠ると、もうこれは帰りの列車が非常に幸せな空間になるわけですよ。帰りの伊東東京間、途中熱海駅で乗り換えて眠気が覚めてしまうということもありません。ひたすら幸せな時間を過ごし、多摩川を渡ったあたりですっかり目を覚ましました。反対側の列車を見ると、もう通勤時間帯ですからかなり混雑しています。通勤ラッシュの中、逆向きに進んでいます。そしてまた品川を出ると東海道新幹線の列車と長く並走することになりました。別にだからといってどうということはないんですけども、しかしなんかこうやって一緒に最後まで走ってくれるといいですよね。一日の終わりっていう感じがしました。最後は付き合ってくれてありがとうございました。さて、そして無事に東京に到着。私が乗ってきた観光の帰りのお客さんを乗せた列車は、途中の品川新橋のあたりから通勤のお客さんを運ぶ列車に変わっています。お隣のホームには特急踊り子号が止まっていました。さっき私の10分後に伊東を出発するとホームの発車表に出ていた列車だったんですが、あんまり所要時間は変わらなかったみたいですね。青春18切符で行っても伊豆はそんなに時間が余計にかかるとかそういうこともなくて、結構難易度の低い場所なんじゃないかと思っています。無事に東京に到着し、この旅も終わり、皆さんご視聴ありがとうございます。さて、その後ですね、ちょっと用事で東京都内をブラッとしたんですけど、都内に咲いていた一つのこんな椿を見つけました。大島の椿も良かったんですけどね、東京の街中に咲いてる椿もなかなかいいじゃないですか。今後はもうちょっと身近なお花に目を向けようと思いました。